皆さん、こんにちは。バラドル時代から変わらない美しさで、奇跡のアラフィフと言われている森口博子さん。突然死の真相や中黒病を移された大物俳優の正体について紹介します。まずは、森口博子さんの経歴とプロフィールから紹介します。森口博子歌手、タレント。4歳の時点ですでに将来の夢は歌手になることだった。本人によると、幼稚園児の時に地元テレビ局ののど自慢番組で朝岡恵の芽生えを歌唱。5歳で全国放送のちびっこものまね紅白歌合戦に初出場したのを皮切りに小学6年生までほぼ毎年出場し、当時人気だった70年代女性アイドルの歌を歌った。当時は出演のたびに福岡から上京しては中野サンプラザのステージで生バンドの演奏で歌い、観客の拍手に包まれる快感を覚え、私の居場所はここだ、絶対に歌手になる、と決意を固くしたという。本人はこの頃のステージ歌唱をライブの原体験と位置づけている。小学生の頃からボイストレーニングやダンスレッスンに通い出し、その後生徒の中でも優秀だったことから、特別に月謝が免除になり家計が助かったとのこと。小学生時代にテレビの歌番組に何度か出た経験から歌には自信があり、中学生になるとクラスメートからいろいろと、あの歌を歌って、とせがまれては教室で上機嫌で歌っていた。しかし、後日オーディションを受け始めると落選が続いたことで、初めて、あ、私って大したことなかったんだ、と気づいたという。ちなみにこの頃書いていた日記の内容は、オーディションの落選続きに対する苦悩がほとんどだったという。森口は地元、福岡での生活について、小学校2年の時に両親が離婚して、母が4人姉妹を育ててくれたけど、家はボロボロで床が腐っていた、と、風呂なしの物件で銭湯通いだった。そのため、ピンクレディーを踊るのは禁止、アグネスちゃんは踊らないから OK、と言われていたという。その物件は、緑荘という名前だったが、40代になって地元にロケに行き、遠くに見かけ、今度じっくり行こう、と思ったという。だが、しばらくして再び訪れるとマンションに建て替わっており、しかも、常緑を意味する、エバーグリーンという名前で、泣いちゃった、と振り返っていた。結婚できない、結婚できない、と言いつつ、やはりモテそうな森口博子さんだけに、何度か彼氏の噂が立ったようだ。彼氏の噂になった一人目は、ザ・イエロー・モンキーの吉田和也さん。二人の出会いは、森口博子さんが深夜番組で司会を務めていた時に、吉田和也さんがゲストで出演したことだという。共演をきっかけに友人関係になった、と言われているものの、それ以上の段階に行っていたのではないかと噂になったようだ。とはいえ、吉田和也さんは真鍋かおりさんと結婚をしたので、関係があったにしろ、長続きしなかったのでしょう。二人目は又吉直樹さん。又吉直樹さんは昔から森口博子さんのファンだと言っていたこともあり、番組で二人でデートをするという企画をしたそうだ。その時に二人の雰囲気が良かったことから、このまま交際しても良さそう、と思われたようだ。この二人については、交際しているという噂が立ったわけでなく、これから発展するように見えるというだけなのでしょう。三人目は、彼氏でないものの番組で森口博子さんが告白した一般の会社員。相手が結婚していたので、成立しなかったものの、一般の会社員を好きになることもあるのなら、噂が出にくいので、知られていない一般人の元彼や今彼がいるのかもしれません。森口博子さんは1968年6月13日生まれですので、すでにアラフィフ世代だ。この年になっても、結婚していない理由を調べてみると、様々な理由が相互に絡み合っていることが分かった。1995年頃に、森口博子さんは吉井和也さんと噂になったことがあった。当時、NHK で放送されていた音楽番組、ポップジャムに司会進行役として出演していた森口博子さん。そこにゲスト出演したことがきっかけで、
交際がスタートしたと言われていた。フジテレビ系で放送されていたバラエティ番組笑っていいともにレギュラー出演していた森口博子さんに対して、司会のタモリさんが吉井和也さんとの熱愛疑惑について突っ込んだり、テレフォンショッキング以外のコーナーに吉井和也さんもゲストで1回だけ出演したこともあるようで、何かと番組共演の機会があった。好きなバンドは？と聞かれた際にイエローモンキーと即答まではしなかったものの、吉井和也さんに好意を抱いていたことは紛れもない事実だ。ですがその後、吉井和也さんは出演したラジオ番組内で森口博子さんとは何の関係にもないと明言。あることないことをデタラメに書かないようにしてほしいとマスコミ批判をして以降、森口博子さんと吉井和也さんの関係は一切報じられなくなった。これは某番組で森口博子さんと又吉直樹さんがデートする企画があり、そこで二人は非常に仲良さげにしていたとの話で、この感覚ならそのまま交際でもおかしくないなとのことだった。森口博子さんはいろいろと難しい人というのは聞きますが、仕事でそのような難しさを出すでしょうか。完璧主義の森口博子さんだ。番組を盛り上げるため又吉直樹さんと向き合ったのでしょう。なれば番組的にはいい雰囲気になってくれる。それこそ本物の彼氏彼女という関係に見えた方が絵としては素晴らしいものになる。だから森口博子さんと又吉直樹は彼氏彼女のように親しげにしていたのである。森口博子さんはこれまで交際して結婚をしようかという相手がいたようですが、いざ結婚となると森口博子さんに仕事を辞めるように言ってくる相手ばかりだったそうだ。森口博子さん曰く、仕事を辞めるという選択肢は一切ないということで、音楽を通じてファンの人たちとエネルギー交換できている今が最も充実しているようだ。森口博子さんが8歳の頃に両親が離婚し、シングルマザーの家庭で育てられた。自分一人で森口博子さんを育てなければならないという使命感もあったのでしょうか。森口博子さんの母親は恋愛に関してはもちろんのこと、その他の私生活全般にわたってとても厳しい方だったそうだ。学生時代に好きな人ができても母親の目が気になって、交際はおろか告白することもはばかられるような環境下にいましたので、恋愛に対して奥手になっていった可能性が非常に高い。森口博子さんは芸能界でも指折りの潔癖症だと噂されている。何でもトイレの便座に座ることができないようで、用を足す際には便器に座らずに中腰で用を足すとのこと。森口博子さんの年齢からは想像できないボディバランスやルックスは潔癖症がゆえのこういった普段の行為が生み出しているんだと妙に納得させられましたが、男性の目からすると少々行き過ぎているような気もする。森口博子さんは何事も完璧にやらないと気が済まない、完璧し主義者だ。仕事上はもちろん、プライベートでも中途半端が大嫌いな性格ですので、結婚相手や彼氏についても自分自身が納得した相手じゃないとうまくやっていけないことは自明。森口博子さんの性格が悪いというわけではないのですが、何事にも完璧を求めてしまうあまり、周囲には接しづらい人だと思われている節があることは否めない事実だ。森口博子さんは4人姉妹の末っ子ですが、3人のお姉さんは皆結婚して家庭を持っていますので、独身の森口博子さんが高齢の母親と同居している。同居する母親が高齢ということで、結婚しても同居しなければならないというプレッシャーが男性側にはのしかかってくるため、結婚を遠ざけてしまっている可能性がある。森口博子さんは女手一つで4人の娘を立派に育ててくれた母親のことが大好きで、心から尊敬していることから、この先もできる限りは近い距離で一緒に過ごしていきたいと考えているそうだ。森口博子さんは現在仕事を最優先とした生活をしていますが、普段から声や喉のケアに余念がありません。飲食店に入った際にはメニューよりも何よりも
先に気にするのが空調の風向きだそうだ。風が自分の席に直接当たるような場合には、店員に対して他の席に移動したい旨を伝えたり、自宅の部屋の空調も効きすぎないようにオンとオフを繰り返したりするなど、自分中心というか喉優先の生活をしている。そんな状況下で仮に交際相手と一緒に生活するとなれば、トラブルが起きないはずはありません。先ほどもお伝えした通り、完璧主義者の森口博子さんですので、喉のケアや自分の仕事を後回しにしてまで結婚生活を送っていくことは不可能なようです。このブログの前半でもお伝えしましたが、森口博子さんがかつて交際してきたお相手の中には、結婚をしたら仕事をセーブしてほしい、あるいは仕事そのものをやめてほしいと言ってくる人もいた。そんな折に常々森口博子さんが心の中で思っていたことは、束縛されたくない、大好きな仕事をのびのびとしていたいということだった。結婚観については、恋愛よりも仕事の方優先順位が上で、もし結婚するとしても自分の活動に理解を示してくれる相手が良いと語っていた。これまでの森口博子さんの発言内容を勘案すると、ご自身の中で結婚願望はあるものの、それほど強くはなさそうだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。